こちらのお疲れ様でした。こちらのお疲れ様でした。ありがとうございました。おめでとうございました。何がおめでとう？いや、わかんないけど。はい。もう、本当に、はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あ、宮田、お花先生やってます。宮田君と申します。お花の先生？いやいや、だからこの髪型で今、お花の先生って言った方が通りがいいから、俺。ああ。あの人いる？品がいいしね。うん。知ってるわ、あの人。お花の先生知ってるよ。知ってるよ。あの人の、名前は、なんとか翔吾っていうんだね。そうなん、似合わないんだよねこれね。え、何狩矢崎翔吾。狩矢崎。狩矢崎。狩り。なんかね、エビカニみたいな字なんだ。エビカニみたいな字だ。難しいじゃん。うん、難しいじゃん。狩矢崎。はい。わかりました。もういいですけど。いや、もう。はい、もう、これは見たら。もう、本当に画面見たら。バドミントン行けです。狩矢さんだ。はい。ね、そうですね。はい。他の昨今、ほら。履歴のとこに、うん、本とか単行本の履歴のとこに、うん、まあ言ったかもしれませんが、ガロ出身って書いて、学生街の喫茶店を歌ってる人だと思われてるんですよ。普通、ガロ出身って書かないもんだって。いやでも。だって別に卒業でも何でもないじゃないですか。ガロという漫画雑誌。僕は80年に漫画雑誌ガロでデビューしたわけです。デビューですよ。ガロでデビューって書いてあるんですよ。ガロでデビューって書いてあったら、やっぱり今の若い人はもう、知らないわけですよ、ガロっていう漫画雑誌を。はいはい、だからこの間朝日新聞の大阪の人が来て、うん、もう喜んでいたんで、うん、俺の前に会った時に、うん、君とよく顔の見せでボブリランって歌ってるわけですよ。で俺何の歌歌ってんだろうと思って、大ファンでした、昔から大ファンでしたって。大ファンだったら覚えとけよ、そのメンバーじゃないよ。ね、でもね、似てる、マークに似てる。マークっていうのは真ん中にいた人だよ、ね、真ん中のあのトンボメガネ、トンボメガネの人ですよ。そうだ、そういうグラデーションのお亡くなりになっちゃった。そうですよ。富田さんね。で、もう一人とは、ボーカルって言って、ヒゲ生えたおっさんじゃないですか。大野さんっていう人だった。この人は、後々、いろんなプロデュースやったりしてる、ね。そうそうそう、大野さん。やってたね。フィンガーファイブとか。フィンガーファイブとか、あと、青いテレフの、あなただけにの歌作ったりしてたんですよ。そうですか、歌わなくていいですね。まあ、いいんですけど、だから、ガロ出身って聞いても、君とよくこの店でってなっちゃうと、うん、エビシヨシカズもあのメンバーに入っているってことになるからね。それはガロのブルース。それは誤解しないだろう。あ、そう、誤解しないの。あ、そうか。確かにね、うん、ガロ出身って感じする。俺が、うん、あ、昔からやってた感じがする。あ、そう、歌やってた感じがする。するする。する。やってんだけどね、俺。嘘。意外と。やってた。僕、だって、3年前、デビュー20周年の、ベスト版出したりしてた。誰も言ってくれないから。デビュー20周年？自分の中では高一がデビューだから。高一でデビューして、カセットデビューしてるから。だから、誰も言わないから。あの例のカセット。カセット。あれデビューだもん。あれはデビュー。カセットってあれ何曲ぐらい入ってるんですか？あれね、全部で16巻あって、450曲は。あんまりね。すげえ。高校時代までにデビューして450曲持ってる人はいないから、なかなかいない。多すぎて気持ち悪がられてたんだもん。そうだよね、どっから歌っていいか分かんないしね。そうでしょ。オリジナルソングっていうのは 2,3 曲なんだよね、やっぱ気持ち悪がられないの。で、何曲持ってますって450曲って言った時にスーッと引かれちゃうから、しくりすぎんのも考えもんだねっていう話なんでね。はい、はい、というわけで J-WAVE TR2 火曜日、TR2 Tuesday だ。火曜日だ。Tuesday は火曜日だ。はい。水をなんとか Tuesday だ。お花に水を Tuesday。え、違うでしょ。蚊が、木魚の頭を蚊が Thursday。あれ？え？もうその頃から SARS 問題取り入れてんの？Thursday。え？Thursday って、あ、木曜日じゃん。もう、何それ、木魚の頭を蚊が Thursday って。木魚なんて蚊刺さないじゃん。木魚の木で覚えるんだよ、木曜日っていうのは。それは線虫の覚え方です。線虫は違ってるもん、変わってた。線虫は使っちゃいけないんだろう、チューズデーは。あ、そうか、そうだ。そうだよ。そうだ。野球やっても、ど真ん中とか言ってたんだよね、無理やりに言ってたんだ。外れとか言ってた。それだったらもう野球なんてやめちまえばいいのにさ、初めから。外れとか言ってたんだね。わかんないけど。はい。JWAVE TR2 火曜日、深夜2時から朝4時まで、我々2人の生放送でしょ、バグ、ほぼ。上の空でお送りしております。あ、まだいろいろ変えてくんだね、この後はね。まあね、僕はね、堀くんがいろいろ。自分で変えてるわけじゃないんだね。
これひょっとしてヒットして流行語大賞だったら堀くんが取っちゃうぜ。上の空はしょっぱくしょっぱく。あ、しょっぱく。安西さんは言ってるだけになっちゃうぜ、また。しょっぱくは俺が最初に言ったの。いや、嘘。これ言うわけないじゃん。はい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 全員のバイキンじゃないよ。それでジェーンバーキンか。面白い。バドミントン違うよ。ジェーンバーキン、うん、全体をね。全体を見てき、うん、来ましたよ。いや、すごい可愛いおばさんでね。うん、もうちょっとね、キュッとしちゃった。何してんの、ジェーンバーキン。ボーッと立ってんの。歌ってますよ。あ、歌を歌うの。すごいですよ。バンドの人にもうみんなサービスしちゃって。うん、バンドを紹介するんじゃないですか。うん、その人のそばに行ってチューするんですよ。あ一人一人。ジェーンバーキン、水曜日チュースデーってやつやな。バドミントン自己申告ありがとうございます。チュースしたり。そうですよ。あと、あれないの、おっぱいビンタとかないの。ジェーンバーキンのおっぱいビンタ。おっぱいビンタはないです。ジェーンバーキンって人は割と小ぶりな人なんですよ。うん。A カップぐらいの人なんですけど。小さいんだ。うん、すごいもうね、ボディーコンシャスなドレスよ。真っ赤な。シルクの。あの何でもいいけど、あのおっぱいビンタする前は、はい、早くメガネを取ってって言わないとメガネのツルが痛いんだよ。そうそうそう、叩かれた時ものすごい痛いんだよ。あれされてるんだよ。なんかね、おっぱいビンタっていうのはね、なんかやってる方はね、さもいいことしてやってるような気になってるけどね、俺嫌だよ。やっぱおっぱいビンタはビンタだよ。ビンタだよ。まあ俺の知ってる人は嬉しそうにビンタされてた人いたけどね。俺はね、やっぱほら、親にも殴られたことないから、そんな見ず知らずの人におっぱいビンタされたら、メガネカチンと。メガネ外してくださいって言われたの。いや、普通店で、うん、ね、こうやって飲んでたらいきなり照明がバーンと消えて、なんかハッスルタイムみたいなこと言われて、いきなり今まで喋ってた人が、ふーっと気がついたら真っ暗な闇のとこから、おっぱいビンタをビンビンかけてくるじゃん。おっぱいビンタを真っ暗闇か。あれはダメだ。あれはダメだ。喜んでる人がたくさんいるんですか。指紋がつくんだ、メガネは。ほらもう、ハイハイさっきから堀くんが、何回言ってると思ってんの。そうだよね。それでね、およ俺、古典じゃないですか。あ、そうだ、古典だ。もう安西さんが古典で行くっていうか。違うよ。展覧会、個人の展覧会。個人の展覧会で縮めて、縮めて、古典だ。縮めて古典だ。そして、あさってからなんですよ。あさって。あら。確認できてるんですか？開けます。できたわけ。あ、半分ぐらいは。いや、今回。マジでよ。前、古典は、もう一回言っとくけど、50点ずらーってイラストが並ぶはずだったんですよ。3点ぐらいしか並んでなかったんですよ。2点だけ、2点だけ。マイナスになっていいんだけど、これ。今回は大丈夫な。考えた俺も。考えたんじゃなくて書けよ。俺も考えてね。うん、考えてる場合じゃないよ。コラボとかいろいろダブルネームとか流行ってるじゃないですか。コラボ。はい。で、うん、子供服を作っているフィクティフっていうブランドなんですけど、うんうん、そこの赤嶺直子さんっていう、うん。なぜフルネームで言わなきゃならないの？いや、デザイナーの人だからね。デザイナーで言わなきゃならない。赤嶺さんっていう人と。赤ちゃんだね。そうです、赤ちゃんと。だから赤ちゃん用品だね。うんうん、あ、そういうことなんですか。ううあ、それで芸名か、あれも。芸名じゃないの、うん、そこ、うん、それで、その芸名の人と、うん、一緒にやるんですよ。だから、うん、一緒にやるってことは、つまり、半分でいいのか。半分でいい。あ、いや、嘘。安西さんが親父コーナーで、奥行ったら赤ちゃんコーナーが入ってる。まあ、二つプレイがあるのか、親父プレイと赤ちゃんプレイみたいな。違うんだけどね。まあ、いや、その話は後にしますよ。もう森くんも入って、もう、言いづらくて。教えてよ、展覧会で何するのか教えてよ。誰もわかんないじゃん、展覧会で。もう今ね。おっぱい見んだか。おっぱい、なんで、暗い面おっぱい見んだか。いろんなことしますよ。だから、洋服作ったりとか、いろいろしたんですよ。安西さんが洋服作ったの？そうショップ店っていうぐらいで。洋服とかいろいろ作ったんで、後でちょっと見てもらいますよ。今日はね。見れるんですか？見ます。持ってきて、一部。持ってきてるんですか？ラジオなのに。ラジオなのに。見せますよ、皆さんに。ラジオなのにメイクしてきたデーモン小暮とジャガーさんみたいなもんだよね。誰も見えてないっていうやつで。ダズマンとかね。はいはい。はい、もう呆れてるから、今日は、はい、今日は、スペシャルゲストで、バードさんが来るんで、はい、サクサク行ってくださいと。そうだよね。なんか、意地悪のように、どんどん。そうだ、ズブズブ、ズブズブ行くタイプだから、俺は。そうですよ、もうね。時間かけるよ。というわけで、何言ってんだよ。もう、余計なこと言うから、はい、どんどん止まるじゃないですか。はいよ。それでは、まず最初の、この、さあ、泣きよんな。
ゼックスの BGM。これ何これ、これは何ホラーな感じだったの、新しい感じね。この BGM のそのナレーションのところの部分だけ聞きたがってるカメラマンの永田さんっていう人いるんだからね。そうそうそう。このコーナー、この、アンデさんが一発泣いた時にもうラジオ消して寝るって言ってたから、これ聞かないと寝られないらしい。この間、会った時も、泣いてくださいよ、安西さん、泣きっすね俺も一緒にやってて嫌だったね、それ。そうでしょ、持ち上げすぎだと思って。そこまで、大したことないだろうと思ったね、このコーナー、はい。はい。深夜2時過ぎ、おそらくいるであろう、この時間、今まさにセックスしている J-Wave リスナーのために私たち、至極の BGM を送るこのコーナー、三浦先輩から。うん、早速、うん、今日の BGM を紹介してください。はい、最中って書いて、モナカって読む場合もある、ね。ある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 。うん。そういうね。白松がモナカ。モナカ。ね、仙台の方ね。ああ、白松が。モナカ。最中、ね。そうだ、最中ですから、ね。白松がやってんのかと思ってね。違うんですよ。はい。先週、ベッドの話しましたよね。やっぱりベッドがいいと。畳をすれて、先週かな先週でこれ。いや、先週だと思います。3週続くんですか。昨日はね、先週はベッドにばかりいるのっていう曲をかけましたから、はい、多分、和室よりもベッドがいいだろうっていう話をしました。うん。で、やっとパートナーを見つけてくれた、はい、2人は、はい。次はベッドに。はいはいはい。ストーリーになってるんですか。ストーリーになってるんですよ。もうストーリーだ、時代です。ほんで、考えたところ、はい、さあベッドに入ったら何しますかっていうとこですわね。いきなりではないわけですよ、そこは。まあね、はい、いくらね、いくらなんでも、いくら青いからといってね、そりゃそうです、いくら初めてだからといって言ってね、いくら二度目だからって言ってね、ほんでベッドに入るまではすっかりズボンとかパンツをきれいに畳んで、うん、スーッとこう花嫁人形のように入った方がいいのか、花嫁人形のように、うん、それとも、というね、己はジーパンぐらい履いてた方がいいのか、それが失礼に当たらないのか、うん、そういうことですよ。で、ジーパンを脱ぐときに膝までは勝手に脱げたとしても、うん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 、布団に入ってますから、うん、その後がうまく脱げない、うん、脱げない、不祥事が起こる、うん、で、それで右足で不祥事なんだあれは、右足でタブついた定格になってきた、あのジーパンを指でこう親指でクッと下に下げようとした、うん、したりしますよ、うんうん、この時に小村帰りが起こりやすい、すりましょうね、そうです、よくするようなことをやろうとすると、そうです、40過ぎたら小村帰りには気をつけなきゃ、40どころじゃないでしょ、だって小村は、小村は、小村はあれは何なんですかね、小村帰り、小村は、小村って何なんですか、小村っていうとこなんじゃないですかね、ちっちゃい村じゃないですか、部分じゃあもうバドミントンちっちゃい村のこと、いや関西ではね、小村帰りと呼んでたんですよ、小村帰り、小村帰りじゃないんだから、うちの親父はでもコブラ帰りやろって、ものすごい危険な今になってたんですよ。コブラ帰り。こう蛇が釜首上げてこうグーッてなるぐらいの。全然イメージと違うけど、足が釜首上げてないし。でも関西ではコブラ帰りって言ってたやつがコブラ帰りですわ。これは危険だということで、まずまあ服を脱ぐ前に、はいはいはい、っていうことを考えました。はいはい、で皆さんに TTU ですわ。俺からの TTU ですわ。抱きつくんだろうと、はい、とりあえず抱きついていこうと、はい、ね、ないきなり挿入も変でしょうか、グッとハグですわね、ハグで抱きついていこうって、抱きついていこう、抱きついていこうっていうこと、なんか怪しくなってきたぞなんか怪しいぞこれ、このフレーズなんか怪しいな、抱きついていこう、聞いたことあるぞ、抱きついていこうということで今日の BGM にゃんまげに飛びつこうどうぞ、ダンダン、お母さんもロープ、ダンダン、
ごいですか、皆さん。俺ね、もともとね、にゃんまげっていう響きがね、うん、セクシーなものに感じるわけですよ。嘘、いやんまげじゃないよ。いや、いやんまげじゃなくて。にゃんまげだよ。やっぱにゃんにゃんとか言うわけじゃないですか。にゃんにゃん、にゃんにゃんクラブなわけでしょ。にゃんにゃんとなって、まげなわけですよ。まげは何よ、まげはどうよ、どうよだよ。いや、だから、よくこうやって、にゃんまげをさ、にゃんこう、はい、頭の上にこう乗っけて、にゃんまげとかやるよね。ああ、何言ったらいいんですか、あれさん。あれどうですか、もう。お願いしますよ。頭の上に、一物を乗せて、はい、それ、とんまげじゃないですか。にゃんまげじゃないんですか。にゃんまげじゃないんですか。にゃんまげである必要がないじゃないですか。そうですか。っていうか、にゃんまげになんでベッドに入ったのに飛びつかなきゃいけないんですか。いやいや、みんなほら、会社員も医者さんだって、もうプライドを捨てて、恥ずかしさを捨てて飛びついていこうっていうことなんですよ。うん。なるほどね。でも、土産物屋さんでよく地方に行くと、平気で万華鏡ってひらがなで書いてあるのはやめた方がいいと思う。それとこれとは関係ないけど。関係ないけど。まあ、子供が大きい声で読むから、ね。はい。はい。というわけで、はい、今日も朝4時まで。はい。嫌だなぁと。嫌だなって思ってる人もいるでしょうが。うん。そこ一つ、曲げてよろしくお付き合いください。そうです。ビッグゲストのビッグバードさんもいらっしゃいます。ビッグバードじゃないよ。着ぐるみじゃないよ、これ。バードさんも、この後登場します。よろしくお願いします。聞きながらドルベッドの中で笑っちゃってます。ゆきえでした。三浦純と安西はじめの TR2 チューズデイ。はい、はい、J-WAVE TR2 チューズデイ火曜日は三浦純と安西はじめの2人がちょっと今日の会話を始めます。はいよ。早回し、早回し、早回しのモノマネだ。面白いやこれ。面白いよくできたね。今ほんでカセット使ってないしね、早回し ねもうあんま聞かれない言わないもんね。風物詩になっちゃったね、あれもね。ということで、今週もまずは各コーナーを。説明だね。あ、それは、ゆっくり、ゆっくりやったところだね。すいませんね。あいわのカセットとかとついてるよね、ゆっくりなるやつね。すいません、本当にもう。よくチェックして、メールバックスをビシビシ、バシバシ、どんどん送ってください。はい。まずは、勝手に観光協会。はいよ。今週は、富山県。あ、トラヤン。はい。3日前でしたっけ。はい。知ってまいりました、ね。3日前です。ものホットな情報。富山のホットな情報をお届けしたいと思います。出身者のリスナーの方はですね、ふるさと自慢のメール、ファックスを送っていただきたいと。はい。自分のふるさと、とっておきの情報を僕ら2人に自慢してくださいませと。はい。もちろん PR ソングもかけます。はい。後々は、ほ家庭観光協会で、僕なんだ。いきなりオロナミンシード抜けた男がしました。すいません。するしました。巨人軍、一軍がかかっても俺の飲んだ量にはかなわないからね。でも、それが自慢です。うん、ということでございますんで、いいよ、勝手に観光協会の方でも、ああ、のんのでやっておりますが、雑誌のんの。バシバシと、はい、グッズ作ったりとかしようという、あ、そうだ、動きがありましたね。ございますよ。あれは進行してるんですか。進行してますよ。ちょっと。違いです。珍しい進み方のことを言う、ね。珍しいことを進行中です。はい、はい。ありがとうございます。教えていただいて。いや、進行中でございますか、うん、そんな感じでございますんで、こちらの方でもお分けすることができるかもしれません。そうですね。タイアップってやつですね。そうですね。タイアップでね。タイアップですね。大人な感じですね。はい。はい。それからですね、続いては、本題天国マイク水野のコーナー。まあ、ほとんどマイク水野っていう部分が意味がなくなってますけどね。本当でございます、ね。本当はね、はい。はい。外国映画などのタイトルはどんな内容だか分かりづらいものが多い、もっと分かりやすくして世間に提案していくというコーナーでございます。一気だね。はい、一気で言うとね。今週のお題は、お、8マイルですね。はい。はい、8マイル。8マイルですね。もうね、ミツバチとかがね、参っちゃってるんですよね。昔、海底2万マイルっていうのがあったんですけどね、映画でね、ディズニー映画で。もう好きだったんですけど、ネム船長かな、ネロ船長か忘れちゃいました。小学校の時見ました。はい、多分、ああいう海底もんだと思います。はい。8マイル。はい。はい、ありがとうございます。夢中でございます。はい。3つ目はでございますね。お、先輩、垂れ込みます。うん。のコーナーですね。
このコーナーの要素は2つになってございまして、はい、身近にある思わず心配になってしまうお店の情報を送ってもらう、うん、心配だぞの部門と、うん、近頃気になるヤバい情報を送ってもらうヤバくないっすか部門、うん、それぞれのとっておきの情報を送ってくださいます、はい、大変した助かります、はい。あのソニーみたいに売れないと困りますっていうぐらいのね、聞かないと困ります。4つ目は、はい、生き様自慢。そんなにね、ちょっぱから飛ばしてるとね、持ちませんが、お願いしますね。ゆっくりと。はい、生き様自慢。フルスロットル、こちらはですね、セックスで行く瞬間のあんな一言、こんな一言、自分の体験談、失敗だもんけでございます。あるいは、あの有名人はこういうふうに違いないぞと、うん、こういうものなども送っていただければ。うん、助かるわけでございます。今鶴光さんがラジオやってない今、はい、このコーナーだけでございます。こういうコーナーやってるのはこんなエロネタでこんな引っ張ってるのもございません。このコーナーだけでございます。頑張っています。そうです、はい、そして今週はですね、スペシャルゲストのあのバーズさんが、おバーズさんに聞きたいこと、はい、相談したいこと、はい、せっかくですからどしどし送ってください。そうですね、そうです、かなりの確率で読まれると思いますよ。そうですね、ゲッツ石松さんとかね、そうそう、いろんな、もうだんだん覚えてきたから、送ってくれる人の名前ね。桜井オーストラリアさ さんとか、安西さんの漢字は書けなくても、そいつの漢字書けますからね。はい。うん、名指しで送ってこいって言ってるのはすごいですね。はい、珍しい放送ですね、うん。常連に逆に呼びかけるという。そうですね。いいですね。いいですね。はい。ということで、すべて以上のコーナーの宛先はこちらになってます。今回はですね、あ、違うの ?VIP 映画の、あのね、VIP 映画ってないと思うよ。特別映画じゃん。そうですね。UIP ですね。ジャングルブラザーズっていうの昔見に行きましたわ。なんか、はい、ラップの人。はいはい。VIP って、バカな手つけてやってた。それじゃないと思います。わかりました。はい。UIP じゃないですか。ふみこさん。UIP ですよ。UIP です。ごめんなさい。奥のふみこさんですか、あやこさんですか、どっちですかね。ふみこさん。文子さんだと思います。思われます。あ、文子さんって書くんですよね。文子さん。文子さんだと思います。文子さん。これでは文子さんで、はい、文ちゃんが、はい、お伝えして、文ちゃんかあやちゃん。くれます。うどん。tr2@j-wave。プロっぽいね。そう。この人がやってくれる。え？さっきの人ですか？ tr2@j-wave。さっきの人だ。さっきの人。j-wave。これにしときましょうか、しばらく。j-wave.jp。ファックス番号は、東京03。3797-9900 03-3797-9900 お待ちしております。この人はね、アダルトビデオ狙いと見た。もう今狙ってるアダルトビデオを狙っている、ね、素晴らしいですね。素晴らしいですね。素晴らしいですかね。スリーサイズは言わなくていいんですよね、この場合は。もう言わなくてもいいですよ、わかるんですよ。スリーサイズまでアドレス打っちゃいますからね。そうです、間違えちゃいますんで、はい、いや素晴らしいですね、はい、ここまで来ればもうこっちのものという感じでございます。何が私もここまでが私の仕事でございますんで、はい、デッチとしてはデッチじゃねえや、パシリだ。ガクリとしては1回目からずっとパシリアウトされてますからね。リーダーと呼ばれた、もう汗の量が尋常じゃございません。もう、まあ、渡辺佑が来た時よりも汗はかいておりませんから大丈夫です今回は。はい、タスクは書いてませんでしたね。そうですね。ということで今週は巻いてますから、はい、今週気になったことを一つだけ言ってみてくださいよ。あ、一つだけ気になったことですか。はい。そう、俺あれですね、あの寝巻きになぜポケットがついてるのかっていうのを気になってる前から。寝巻きって？小さい頃から寝巻きを着ると、ああパジャマか。パジャマ。おー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 。パジャマには必ず右手でこう取れるように小さいポケットがついてるじゃないですか。ついてる。子供でも大人でもついてるじゃないですか。ついてる。なぜっていうの。いや、時には下についてるのもあるよ。ありますね。あれ何に入れるんですか。あとズボンにもついてる場合があるよ、ね。ありますね。あのズボンの場合は、うん、鉄アレイとか入れちゃう場合はパンツ塗っちゃいますでしょ。何まで重さが限界なのかっていうのも問題でしょうか。ちょっと待て。鉄アレイ入れなきゃならん事情はないだろう。いや、あ、もう家が焼けるとやばい、何か持っていかなきゃと思った時に、ほら今トレーニングしてる、今日一日トレーニング外したらまずいということで鉄アレイをあのパジャマのポケット入れたら全部ずり下がっちゃって爆笑を取るっていうこともあるでしょ。そう、助かった時爆笑。爆笑。でも確かにパジャマの上着には小さいポケットがついてますよね。ほんで俺は大人になって思いました。うん、ははーだと。あ、これは、スキン関連を入れるんだって思った。あそこに。うん。でもあんないっぱい入れなくていいだろう。いや、一個だけね、ちゃんとチュッとおしゃれに一つ入れておくわけですよ。ほんで、もたもたしない時のように。
シュッと出して、スピークラックみたいな感じで、スッとスキンを出すみたいなことじゃないかなと思ったんだけど、じゃあ子供にはなぜポテトチップ？じゃあ飴かなと思ったけど、うん、歯を磨いた後飴はまずいでしょ？まずいまずいまずい。何を、あの、パジャマのポケットに一番入れたらふさわしいかを募集する、パジャマのポケットコーナーっていうのを、募集します。募集します。コーナーを募集するんだ。お、出たね。はい、出ました。パジャマのポケット。はい、つまり、ふさわしいものを入れるんですよ。つまり、こう、世の中には、意味不明のものがたくさんあると。あります。ね、うん、そういうものを、これはどうなんでしょうか。そうですね。疑問点に迫るものですね。うん、そういう疑問を迫る。はい。これはよくあるコーナーですね。そうです。よくあるコーナーですね。よく、割と、ごめんなさい。ありきたりなコーナーじゃないんですか、これって。他のやつを。ちょっと待ってくださいよ。はいはいはい、これ、なんかどっかでも、聞いたことある。とはいえ、他のこと言う、振るからじゃん。パジャマのポケットだけでいいんだから。あ、そうなんだ。何を入れたら、重さも的確か、はあ。こんなね、胸のポケットに鉄アレ入れたらね、もう、ずり下がってきますからね。鉄アレは無理だと思いますよ。どう考えても。無理でしょう。ね。じゃあ何を入れたらいいのかと。そう、ふさわしいもの。ふさわしいものを募集するという。うん、パジャマのポケットに限ってでございます。そうです、パジャマの。ありました。はい、お願いしますわ。わかりました、はい。そんなコーナーの宛先があってもういいですね。あの人の声聞きたいだけなんですけど。はい、というわけでございましてね、曲でも。行ってみましょうか。はいよ。はい。では今日お呼びしており、お越しいただいているんでしょうか。もうお越しですね。もう来てるんでしょうか。はい。お越しやす。わかんないですよね。J-WAVE TR2
あれ、それでは、お、まずはこのコーナー行ってまいりましょう。笑ってる笑ってる。こっちに観光協会。あれ、全国じゃない。あれ、あれ、いつもだったらあのひょろひょろしたオカリナが流れるコーナーなのに、うん、段取りが間違ってないか。いやいや、いいんです。大丈夫、あれでいいのか。これでいいんですよ。うん、これでいいの。ダンディ坂野さんにですね、うん、続きまして、はい、生えある二人目のゲスト。待ちなよ、渡辺タスクが来たじゃん。嘘、あれは生えてないじゃん。生えてない。あれはハゲてんだ。で、ひで、ボロボロじゃないですか。ナビゲーターとして今振ったでしょ、目で。でもね、振ってない、振ってない、自分には言うのも嫌だけど、俺に振ったでしょ。思ってないでしょ、はい、うん、ちょっとハゲてるだけだ。こう、ゲストの方には、はい、恒例になっておりますので、月をやっていただこうというふうになってますので。そう、そう。これで、これでは、今日の。ハンデさん、やりたい放題じゃないですか、今日。なんだか。やりたい放題じゃないですか。張り切っちゃってる感じ。それでは、本日のスペシャルゲストのバードマンです。どうも、どうも。よろしくお願いします。ゲッツ、ゲッツ、ゲッツ、ゲッツ。やけになってる。やけになってる。この時間やけになってる。乗り切れないから。やけになってる。今日ね、はいはい、お土産持ってきたんですよ。あ、やった。これ、オロナミン C。これは、だって、オロナミン C を、ワンケース。すごい。あそこの、隣のローションで、はい、5個しかなくて、この10個セットはないのかって言ったら、10個セット買われてもおまけはないですよって言われて、いや10本欲しいねんけどって言って、無理やりこう、こっちは冷えてへんやつ、こっちは冷えてんから、そう、蔵出し、5本の方は冷えてる、冷えてる、蔵出しおろしで、これはなんか私よくわからないんですけど、なんかいつも言ってるね、整体の先生で堀口先生って言って、その人がこの番組すっごいファンで、毎週聞いてはるんですよ。ほんで、この間行ったら、今度出るっていう話で、そしたら、オロナミン C とシュークリームを持っていけば、どうにかなる。どうにかなる。から、生体だけじゃないんだ。お金をね、お金渡されたんですよ。これで、現生で。うん、これで買ってきて。子供の使いじゃん。で、今日はシュークリームが売ってへんかったんで、とりあえずちょっと、オロナミン。シュークリーム分は、うん、堀口先生に返してくださいね。お釣りは返してください。バシリじゃん。でもその先生、シュークリームとおろしっていう組み合わせ、もう絶妙な組み合わせ、よくいけてんの、いけてるの、いけてるの、それだけで多分2週間ぐらいか3週間は聞いてますよね、きっとね。なんかね、毎週楽しみにしたみたいなんですよ。体壊しちゃいますよ、こんな今日も聞いてるって言ってはったんで、本当に。そうですか。嬉しいっすよ、飲んでくださいね。ありがとうございます。もう一本。なんだ。なんか話聞くところ、なんか、その人が言ってはったのは、なんか、コーナーずつで一本ずつ飲んでるって聞いた。あ、そうですよ。でも、これぐらいないと足りるんかなと思って。でもね、さすが違うのは、渡辺タスクは6本だったもんね。あるほど。よく考えてるね。15本。違いますね。俺はシュークリーム42個にしようとした男だから。いや、でも、5個にしときゃよかった。45個にしときゃよかったね。うん、そうなんだ。ドンと来たから、蔵出しの。ドンと飲んでください。よかった。ありました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、ゲストにお越しいただいたのにもかかわらず、私たちがですね、今やっております、勝手に観光協会という、こういうちょっとクラブ活動があります。クラブ活動ですね。このクラブ活動のですね、曲を、聞いてもらうと、ね、聞いてもらってですね、気分、逆にアドバイスをいただくというプロの人からね。そうそうそう。いや、プロじゃないです。プロのな、人からな、うん、今、鶴瓶のものなんだよ。誰だ、わからない。見てみて、全然わからない。全然わからない。全然見て。顔もわからなかった。そう、目が覚めたのね。見えへん。すっごく突っ込まれてますね。はい。というわけで、はい、早速でございますが、お耳汚しとは思います、うん、ちょっとこちらを聞いていただけますでしょうか。はい、勝手に観光協会で。ガッタ山形。
どうですか？いや面白いですね。おい、あれ、いやほら、あの、はい、一発撮りですよねこれね。いやもう13テイク目ぐらいだ。あ、でも一発撮りですよ。まあ、ね、一発目ってことじゃない。いや、あのほらスリル感がね、あのあれ、あの何ですか、こうポーポーってなったやつ。ポーポーポーカリナが。オカリナが、はい、あのこうドキドキ ドキドキ聞いててドキドキします。あ、はい。それは重要なことですよね。やっぱ次どうなっていくんやろっていうふうに先が聞きたくなる。展開が読めないから。すっごい数少ない経験なんですけども、はい、あの人様の前でオカリナを吹いたことがあるんですよ。はい。アライブですか。その時に、はい、みんな見てると、はい、俺が吹いてるとみんな首を縦にこう振ってんですよ。縦乗りですか。一音ごとに。つまり、追ってんだ。行けたっていう。やっぱりなんかそれで引きつけてるってこと。そうですよね。あれで誘い水出しといて歌に入るっていう感じですからね、初めね。初め掴み掴んどかないといけないんですかね。ソウルは伝わります。ソウルはどうですか。伝わります。伝わった。伝わります。もうすごい伝わった。あ、そうですか。はい、あのミー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 、あの辺がめちゃキャッチー、キャッチャー、あのいいの掛け合いがいいですね、はい、掛け合いが、うん、なんか仲がええねんなって、それだけじゃん、それだけが、まあ、仲がいいことが伝わるってことはいいことですよね。いや、いい、だってユニットとしては成功してるっていう、そうですか。ちょっとなんかこんなあのメール一点で読んでもいいですか。あ、どうぞ、ラジオネームピルセルマキ、僕はガッタ山形のカセドリの部分がカセット売りと聞こえ、山形には東南アジアにいる非合法の海賊版カセットを道端で売っている親父がいると誤解していました。あと高知のご当地ソングはないですか。ああの非合法でカセットを売ってるおじさんは山形にいましたね、たくさんいました、いました、うん、駅前にずらーっとあの軒を並べておりました、はい、それも確かにいました、いましたね。高知のご当地ソングっていうのは、高知は行ってないですね、四国はね、高知は行ってないですね、高知は高松、高松ですよ。高知は行ってますよ。高知、高知行ってますよ。はい。はい、もう一つ続けて、ちょっと聞いてもらっていいですか？すみません。はいはい。もった進行するようになってますんで。はい。あの、ゆっくり。ラジオネーム、はいよ。ガッタの方。先週、月島で飲んでいた時に、うん、僕が無意識にガッタ山形の冒頭オカリナ部分を口笛で吹くと、うん、あ、ガッタ山形と小さく気づいく人がいて、そう、一般市場にも確実に浸透してるんだなと思って、流行ってるんや。CD 化の際にはぜひオリジナル音源でのリリースを希望します。このままってことですかね。ということはもうサンタナの哀愁のヨーロッパ、ペッ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 サンタナですねって言われるみたいな感じなんだね。もう来たね、来たね、来たね。そうか、あの大丈夫かな、来たことと売れることは別だからね。またそうだね、来てるのはよくあるけど、うん、はい、何が足りないんだろうね、練習が、うん、若さだと思うけど若さはない、全然ない。そうですか、うん、はい、切るわよ。あの僕たちお土産もらいっぱなしで、うん、あれ、そうだ、実はすね、僕ね、実はね、3日遅れの便りを載せて、そう、何、3日前に富山県に行ってた、富山県、発展観光協会、はいはい、ほんで今度バードが来ると、ゲストに来るということで、はい、安西さんと旅館で考えました。はいはい。これは何か物で釣ろうということになりました。うん、え、物で釣られるの？はい、もちろん。何かそう、はい、こう、キュッと心をつつかめば。あなたのために、はい、安西さん、俺、買ってきました。え、お土産？プレゼントです。あ、すごい。あげます、俺が。なんで自分で開けようとするんだよ。開けてください。富山県の、うなずき温泉どうぞ見てください。うなずき温泉の駅の前の土産物屋さん、はいはい、もうドキドキしながら朝駆け込んで買いました。あの時うなずき温泉で三浦くん、いいでしょ、あ出ました、出ました、木彫り、どういうものだか、ちょっとラジオを聞かれると方にちょっとお伝えください、してもらえますかね。なんか鳥、はい、鳥の置物、はい、はい、置物で、白樺で、白樺で出てきてます。白樺とても名物でしょ。結構渋い、いやいや、あのね、富山県はライチョウが有名なんですよ。そうだ、ライチョウ、ライチョウ、これでね、多分ね、雷、これはサンダーバード、ライチョウです、ライチョウです、サンダーバード、サンダーバード、サンダーバード、アゴーですから、バードさん来るんだったら、これは鳥だと、鳥だと、あ、やったと、もう
これ相当迷惑ですかね。大きいんでしょ割と。どこに置けばいい？いや、あの玄関先です、ね。玄関先。方向材の横に置いておいて。方向材の横では相当。方向材の横に置く。どういう置き方？これ大体20センチぐらいありますけども、初め買おうと思ってたのが5000円で、もっとありました。いや7000円でしょ。7000円だから。7200円ぐらいでも。嬉しい。生まれたての赤ん坊以上ありましたからね、あの相当ありました。あれは嫌がるかなと思って。これでいい。いいですか？それでいいですか？結構重いし。相当重いし。相当重いし。これは持って帰るのもずっしりと。大体重さ的には合ってますね。いや、重さ的には合いました。あの、15本と。そう、オロナミン C。オロナミン C ぐらいの重さで。オロナミン C。寝方でどんどん。懐かしいね。熱を3ミリじゃないですかね。すごい、ありがとうございます。あの、多分ね、鳥っていう名前ですから、可愛い鳥を預けてると思いました。いや、でも、ライチョウも仲間に入れてやってください。お願いします。この人が一番大きいと思います。いや、よかった。すごく迷惑そうでよかった。これは世間で言い上げ物ってやつですよね。やっぱりこれ置いといたらね。どんな人かと思われるよね。20代としてはここ。ライチョウ趣味はね。趣味が疑われる。これ、後で、あれですよね。ホームページ。写真撮ってね。写真撮って。どんなものかっていうのをね。この乗った貼る、また台がすごい。台がすごいですよ。これもう、あの、白い服。これあの、よく、あの、男の人が、あの、白いふんどしでこう、ね。食べたりするあの白樺の木ですよね。白樺林ですよ。白樺林ってふんどし一丁かい。よく恋人たちが白樺のとこからキュッと顔を出すやつじゃん。ロマンチックな隠れないじゃん。白樺じゃん。白樺なんでふんどしなの。ふんどしでこういうなんか角刈りの人とかがさ。白樺そうだよ。全こう全然わかんない。そういう写真よくバトルインターン。ありがとうございます。でもそれをあの玄関先に置いとくと NHK は払わなくて大丈夫ですか。受信料パス OK。 これでももうパス払ってくださいよ。もうやったー。これ置くぐらいなら払った方がいいと思いますよ。これで魔除けってことでですね、はいよ、富山県、うん、行きました、先週お約束した料理、はい、あ、これです、これです、またラジオネームゆかさん、はい、皆さん、皆さん、こんにちは。先日、富山県、宇奈月温泉駅で一緒に写真を撮っていただいたものです。あの子か。覚えていらっしゃいますか。あの熊本の人です、そうです、オカリナの、音色に誘われてついて行ってみると、うん、そこにはお二人の姿、うん、お会いできて最高でした。あのこの人ね、あのうなずき温泉のトロッコ電車に乗ってて練習をしてんのか何のかは一人でオカリナ吹いてるわけですよ。駅前で、駅前でなんかもう自然に馴染んじゃって、ついポケットからお金出して普通のようにあ、こう一日何分か吹かへんと気持ち悪い。恥ずかしくなくなってきちゃった。全然恥ずかしくない状態なんで、ピーピー吹いてたらそしたらもう校内の人たちがみんな見て、俺なんで俺見てんだろうなって。いや吹いてるからじゃないですか。あ、そうか。なんで吹いてるからじゃないですか。私も分かんなかったんですよ。でこの人も来たらしいんですけども、この人からのお願いが書いてありました。この写真は今年の年賀状に使わせていただきます。僕と一緒に撮ったやつですか。はい、あ、どうぞどうぞ使ってください。ということでございました。はい、僕とあのカメラマンの永田さんは、はい、あの膝ガクガクしちゃってガクガクしちゃってって言ってるんで、怖い人なのかもしれない。なんで膝ガクガクしてると怖い人だろう。怖い人かもしれないからって言って、三浦君一人を矢面にして、俺たち二人で、スーッと改札の方まで逃げてたじゃん。でもあなたの手にはオカリナがちゃんと握られてたからね。その改札の横でもまた吹いてみたら。怖かったけどね。まあいいはい。はい、よ。すいませんね、まず、あ、放ってやるわけじゃないですけど、放ってやるわけじゃないですけど。はい。会話がね、うまくいかないんですよ。そうなんですか。うん。長いこと喋ってるんですけど、うまくいかないんですよね。はい。すごいね、もう。すごいです。というわけで、あの、はい、富山県。カフェスマイル。あ、関係ないです、関係ないです。言ってみたんですよ。いや、一回出てもらって。僕出たから、まあ、出ました。そうですか。はい、カフェスマイル。はい。いいっすね。だって俺らは、あれですよ、あそこ、どこだっけ、ガマの油売りのとこどこでしたっけ、茨城で、日曜日の日に何かあの、勝手に観光協会で行って、茨城のガマの油売り見に行こうと思ったら渋滞してて、ラジオ入れたらやってたじゃないですか。そうなんですよ。入るんですよ、J-Wave。入ってたね。ほんで、ちょっと移動するともう、バードの声が聞こえなくなったりするんだよね。ね。あれですよね、秀島さんとやってた時。秀島さん。秀島さん。すごいちびっこコンビ。同い年で。開口一番何なんですか。いや、褒めこと。褒めてるんですか。褒めことなのか。もう、目で言ってても分かんない。まあ、リラックスね。ちょっと待って。ですから、その、富山で先週お約束したように、はい、私たち作ってまいりましたんで。はい、
あのね、3日前に。あ、また聞かなあかん。すいません。うん、まあ、試練と呼んでるってことなんですけど。次は、はい、あのね、富山県で、どこにもかけてなくて知ってんのは旅館のおばさんだけと。こっそり漏れてた音を聞いてた旅館のおばさんぐらいしか知らない。貴重な。貴重な音源が旅館から届きましたんで、ぜひとも聞いていただきたいんですよ。はい、ぜひとも、ぜひとも聞いていただきたい。ぜひとも聞いていただきたいんですよ。あの、富山県ってはじめ言っときますけど、白いエビ。白いエビが有名ですね。エビが白いエビ、はい。白エビっていうのが有名です。はい、あと、ノーベル田中さん出身地。はいはいはい。あとは何でしたっけ、黒部渓谷。はいはいはい。黒部ダム。黒部ダム。中島みゆきが歌ったところ。はいはいはい、あとは、そんなもんですかね。そんなもんですかね。本当だと思います。多分、そんなもんだと思います。富山出身の人からもう入ってますよ。はい、あ、富山出身の有名人っていうのが来てますよ。うん、誰ですか、柴田理恵。わあ、いきなりわあかい。あと誰ですかね、立川志の輔さん。あ、志の輔さん。あ、志の輔さんポスター貼ってあったもん。ああ、室井しげるさん。え、室井しげるさん。はいはい。藤子不二雄、あ、藤子不二雄。あったね。うん。柳沢敦。あの、暴露されちゃったし、林家に。いろいろ。いや、まあいいんですけど。林家って何？いいんです、もういいです。林家って何？皆の風子。皆の風子。ララル。日本人じゃないじゃないですか、その人。あと、西村正彦さん。ああ、あの人。中村達也さん。あ、ブランキーの人。あ、ブランキーって言ってました。ああ、富山県です。名古屋じゃなかったですか、あ、そうですか。どうなってるんですか。いや、バンドの中いろいろ。ごめんなさい、どうでもいいやん。はい、どうもすいませんでした、もう。ほんと。はい。あの、すいません、ゲストとは思えない扱いです。じゃあ、あの、すいません、はい。じゃあ今おさらいは白いエビと、ノーベル田中さんと、黒部渓谷。この三つぐらいの要素で作ってきました。で、そこの街はね、自然がとっても綺麗で、あまり観光客行ってほしくないような雰囲気。あの、観光客拒絶する雰囲気がありましたんで、はい、そっとして富山っていうタイトルにしました。それでは聞いてください。勝手に観光協会で、そっとして富山。どうでしたでしょうか。いかがですか。いかがでしょうか。結構キャッチーで。あれ、あれ、あれ。でもなんか今聞いてる間にずいぶん失笑っていうかこう漏れてましたけど。あ、ちょっと思ったんですけど、こう二人で歌っているのにずーっとハモリがないっていうのが。ハモリ。一オクターブ上でずーっとあんなの。いや、俺ハモリってどういう。違うんですよ。各人出るキーを出してるだけ。え、でも安藤さんギリギリギリ。これはもう無理ですよ。で、同じメロディーをずーっと一緒に歌ってはるから、はい、割と。新鮮やなと思って。ああ、いわゆる真ん中がないってやつですか、ね。こう、違うメロディでこう、ほら、こう、上の人と下の人がハモるみたいな。はいはい、ないから、はい、新鮮です、ね。新鮮っていうのはいいんですか。いい意味で。あ、いいんですか。はい、旅館では、布団でよくウェアしたりなったりするね、あんだよ。全然なんない。かぶってたりとかあるでしょ。ね、やめてよ、もう。全然なんないじゃん。もう、ほら、布団重ね引きされる2枚をこう、はい、男2人なのに、こう、重ねて引いてあるの嫌なんで、すごい、すぐパッて話すんですよ。いや、でも、音ではちゃんと仲良しな感じが伝わりましたか。そうですか。はい、じゃあ、もう、まだ絶賛ということにしていい。回りました。帯とかお願いしますよ。いやじゃなくて。本当に富山。え、マジですか。マジですよ。いつも言うときに、バード絶賛の、そっとして富山。いつも、冠をつけさせて。あ、いいです。はい。よろしいですか、はい、よろしいですか、じゃあ、この曲は、はい。もう、腹くくりましたよ。なんかね、どっかで聴いたようなメロディーなんだよね。なんかそうなんですよね。僕が。なんか聴いたことあるんですよ。僕もね、作っててね、うん、どっかで聴いたんだけども。得意ではないんですよね。うん。なんかね、昔やってたね、太陽に吠えるの、渡辺徹が歌ってそうな匂いがするんですよ。でも俺その時から全部うる覚えだから、うる覚え合体して、うん、なんか聞いたことあるんだけど、うん、似てないから、うん、どれかわからないんですよ、うん、ってことはセーフ、セーフ。これは何ですか。これかなりアウトに近い異性。いやなんかほらこう親しみもあるし、ね、でも似てそうで似てねっていう。あ、似てないみたいな。そういう感じで、ね、ああというね、なんか俺作っててちょっと不思議だったんですけど、こんなスラスラ出るわけないですからね、普通は。でもね、ちょっと感動的だね、ある意味ゲストに
ね、はい、来ていただいてですよ、はい、わざわざ2時に呼びつけと言ってですよ、それで、はい、もう親父たちが、はい、それこそ自分たちの自慢の趣味の趣味を聞かせて、しか、ね、ゲストなんですよ、ね、すみませんお人形とかいるとりあえず物をあげてくるからこれでちょっと、はい、騙されてるんやな。いやでもちゃんと大丈夫ですよ、はい、曲とか言った方がいいですよね、さすが、ね、にちょっと悪いです、ね、曲かけてそうですよね、はい、そうですよ、じゃあ勝手に観光協会でちょっとパールじゃないのあのバーさんのあれですモンドグロッソのライフという、うん、これはフューチャリングバーさん、はい、ということでございまして、うん、こちらをじゃあお詫びに入ってみましょうか、はい、おかわりは入ってません。すごいっすよ。もうラジオネームゴンドガールさんから、ずいぶん勝手なラジオですねというメッセージもあってます。あ、そうか。ゲストの気持ちになったわけだね。そうだね。そうだね。すみません。はい。まああのなんか喜んでるみたいなんですけど。鳥あげたし。いやあげて鳥や。何や。誰。ラジオネームヤドロクエレジーさんから質問でございますが、三浦さん、安山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 さん、重要なことだもんね、安山さん。そして大好きですバードさん。バードさんへの質問です。が、これはカットします。なんで？いやそんなことないから。最近は権限運動が盛んですが、アビロード、権限、タバコでしょ。禁煙でしょ。犬猿ですよ。嫌う方の。あ、犬猿か。犬猿ですよ。犬猿の中か。違うじゃん。違います。犬猿じゃないか。違いますよ。アビロードのポスターの問題とか、うん、駅での喫煙とか、禁煙とか、バードさんはタバコを吸う。なんでバードさんに聞くのかよく。どう思いますか。どうでもいいことですけど。というか、特に聞きたいことが思いつかないので、お二人が適当にセクハラしてください。はい。ここの部分だけいただきます。なるほど。セクハラ部分だけいただきましょうか。禁煙パイポの辺ですな。パイポ。あ、もう始まりましたね、セクハラが。すみません。どうなんですか。いや、今、タバコ。これですよ、ね、これでしょ。あの、マナカナみたいに。マナカナみたいな。吉田兄弟とも言われますよね。あ、そうだったもん、もう。いや、ね、好きな人は吸わなかったらしい。そうですね。はい。ありがとうございます。そうだね。タバコを早く1万円にしろと思ってます、ね。あ、わかりました。早く吸ればいいんですよ。1万円にしろと。1万円運動ですね。はい。ラジオネーム、杉作 J フォックス。はいよ。さんから。知らない人がいっぱい来てるね、今日ね。そうそう。ね、いや、この人来てますよ。あ、そうですか。はい。はい。あの、ちっちゃいサークルの中でやってますね。はい。バードさんは最初の頃のチリチリの髪より、今の方がめっちゃ可愛いです。やっぱ、指摘パートナーのビデオすごく好きです。童貞パワー満載のところは、三浦純音体のアドバイスがあったんでしょうか。童貞って何よ、童貞ブーム。なんかね、うん、あの、若い男の子が出てるんですよ。はいはい、はい。ほんで、その子が主人公みたいな、ストーリー展開の。あのあれみたいなんですか、あの子、あの松島奈々子がどつい、ああ、いや、なんかちょっと見ててこうゾッとする感じっていうか、こうゾクゾクってするぐらいは、ちょっとこうなんか若い感じのあれの、あのビデオに、ビデオの感じで作ったに なっちゃったって感じ、なっちゃったなっちゃった。でもさ、ミュージシャンの人っていいっすよね。なっちゃったんだ。何言ってんすか、一人で。何一人で。一人でずっと。一人セクハラじゃないですか。それ。おろしいでも、ね。あ、おろしい。バンバン飲んで。一日2本までって書いてありますけどね、ラジオネームはい、どうぞ。どうぞ。
バードさんは確か年末にモロッコに旅行に行かれたようですが、うん、美味しい食べ物などありましたか？ありましたか？またはモロッコで曲の頻度が浮かびましたか？あのご飯は、ええ、あの同じのしかないんですよ。なんかこう煮込みとか、うん、で毎日やと飽きてきますね。毎日煮込みだと、うん、パンとなんか煮込みってなんかこう肉とこう野菜の煮込んだような、うんうん、こんにゃくとか豆腐は入ってないんですか？全然もう結構ヘビーな、ヘビーな、ということは毎日あの定食屋に行くと同じ定食さえ頼んどけばモロッコに向くってことね。えいやだからあのこれ言ったらサバの煮込みっていうことを1年間続けとけばモロッコでも対応できるってことだよ。あ、そうそういうこと、そういうこと、はいはい、モロッコはあれですか、性転換とかそういうの言っちゃう、やっぱり言われちゃうよね。モロッコはね、そうですよね。性転換っていうのは男の人が取るけど、女の人がつけてどうするんだよ。ほら、そういうイメージありますけど、うん、ほんまにそうなんですか？いや、カルーセル・マキさんがモロッコで第1号やったんですよ。ね、なんか有名なお医者さんがいたんですよね。そう。上手な人。上手な人が。まあそういうことですよね。性転換ではないです。もうそんなことの真面目だな。真面目。はい、それでは。これは何ですか？わかりました。あ、わかりました。こんな話題を触れと、今言われました。はい、わかりました。もういい加減にセクハラやめろと。いや、セクハラしてないじゃないですか、何も。私たち3人は意外と仲がいいんですが。何どういうこと？あ、僕らが言ってるの。僕ら、私たち。今は、ハガキを読んでるわけじゃなくて、自分のセリフなんだ。意外と仲がいいじゃないですか。っていう。意外だっていう。あ、周りからもみんなに意外って言われるんですよ。はい。最初は、あれですよ。胃が痛いっていう。胃が痛いって。バドミントン、はい、バドミントン、はい、バドミントン、はい、ありがとうございます。あれですよね。仏像ですよね。あ、そう。仏、あの、三浦さんの本を、見物記、うん、を雑誌で紹介したんですよ。へ、で、そしたら、三浦さんから違う本が送ってきて、どういうんですか、ね、違う本ですか、トン祭りジャパンでしたね。トン祭りの本。よかった、やらせてくんじゃなかった。違いますね。いや、これ、この子にやらせてくん送る。いや、この子に僕、初めに本を送るときとかね、そんな、僕を、若い人が好いてくれなんてね、うん、なかなかないことじゃないですか。はい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 、で、やったと思ったんで、うん、もう、厳選に厳選を重ねて、トン祭りジャパンに。だって他ないんだもん、だって俺。だって、やり逃げとかはまずいだろう。まずいよな。そっから僕この本書いてます。やり逃げですよ。そうだよな。これはダメだろうと思って、選んだのは、買ってたんだよ、この人。やり逃げ。でも、やり逃げのところも読んでたんですか？え、トン祭りジャパンは読んでたんですか？それで、なんか、その流れで、うん、三浦さんがまたラジオに呼んでくれて、で何喋ったらいいか分からへんから、とりあえず本屋さんに行って、三浦さんの本を買って、よく見て、その時ね、さも知ってるような顔してるわけ。偉い。俺も、あー、バードね、ぐらいな。さも知ってるような顔してるんだけど、どっちも知らないんだよ。全然知らないんだよ。全然知らないから、とりあえず本読んどかな。怖いなと思って。それで結局、飲みに行くっていうことになっちゃうんですね。そうですね。飲む時はすごくいっぱいみんなでめちゃめちゃですね。そうですね。安西さんね。めちゃめちゃですからね。もう本当にもうあれ楽しいですね。楽しいですね。もうね、落書きしたりね。顔に落書きしたりね。いろいろありますからね。ね、やってますよ。はいよ。というわけで、今年の、まずはラジオネームウルタさんの読んでもいいですか。どうぞ。はい、今年のバンさんの日比谷、あ、野外ライブ。はいはい。3人で竹馬に乗って登場してほしいですって、俺たちが。いや、なんで俺らもやらないの去年ね、この人はね、竹馬で登場したんですよ。オープニング。そうなんです。ね、今年は何で登場するんですか、はい、いや、どうしようかな。なんかいいアイデアないですかね。ライチョウの、木彫りのライチョウに乗って、ボーンって出てくるのかな。今年のあれテーマあれですよ、世界旅行ですよね。そうなんですよ。だからなんか旅行にちなんだ感じにしたいんですけど、はいはい、なんかいい出方ないですかね。あの、自分が手を開けて、はい、飛行機のように塗ってやるのよ。全身を塗ってやって、で、いろいろ客席の窓とかも体に描いてあって、ブーンって。何なんだろう。それってイケてんの？いや、あの、うちも武道館やった時、武道館っていうのを作ったから、そういう飛行機みたいな。いや、一応ほら、あの女の人なんやけども、女の人なんやな。イケてんやろ。一応主役やねんけど。男性、知ってる。よく知ってますよ。え？いや、その前は何だったんですか？竹馬の前は。
前はハワイで、ハワイ誰やったんですか？テーマでこう。嘘、あ、フラダンスやったの？あれだ。フラココナッツ、ココナッツブラだ。ココナッツブラ。わお。長髪のロあのカツラつけて。うわあ、やったんだ。ハワイ、え、フラダンス竹馬と来たんだ。うん。次は何ですか？次は見たいな。え、フラダンス竹馬か。うん。フラダンスに竹馬。フラダンス竹馬と来たら、もう生ハゲしかないじゃん。あとは。そうだね。次は包丁を持って客席に出て大暴れ。ね、大暴れ。あ、自分で考えた。なんだ。着ぐるみもいいかもな。あ、暑い。暑い。あ、夏。あ、8月24日なんですよ。8月24日ですか。日曜日に野外。8月24日の日曜日。日曜日。日比谷野外音楽堂。はい。音楽堂。いいっすね。これ、はい、いつからですか？これ、もう。発売するんですか？発売は？発売はね、なんで遠いまだしてるんですか？誰を、ね、まだ誰を見てるんですか？見えない。不安なんですか？見えない。いや、詳しくは、はい、この、こう、ホームページを。自分で読まなあかん。いや、一応、安田さんの司会進行やから。俺に見せられても。はい、言ってない。www.bird-watch.net。ウォッチって何？見る？WATCH、見る、見る、ドットネット。で、あの、やってもうたら、うん、どんな状況になってるかがわかる。あ、やってもうたじゃなくて。それなんでや、そのほら、カチャカチャしてもうて。なんであの、関西人っていうのは。おばさんみたいな。いや、なんで擬音なの？関西人ってね、全部擬音で喋るんですよ。へぇー。だから擬音っていうとこあるじゃないですか、京都に。ちょい！擬音っていうとこあって。バドミントン！あの、そこチュッチュッとしてくるとか言うんですよ。6月の14日にプレイガイド一斉発売。6月の14日でまだ先じゃないですか。で、だから、来月じゃん。なんかいろいろ先行とかもやってるんで、先行あの、詳しくは、こっちバドミントンあの、いちいちギャグ入れてかないといいからもう。今、宣伝だから。いや、6月の14日。これ言わなあかんわ。そうでしょ？そうやん。雑談をしに行ったわ。あ、すいません。ごめんなさい。もう怒られちゃったじゃん。もっぺん読めよ。読んでください。俺、怒られてるよ。はい、どうぞ。はい。6月14日の土曜日からプレイガイド一斉発売になります。はい、バードのですね、鳥的、超的世界祭典。鳥的です。何でもいいです。バード的、バードサマーライト。8月24日日曜日、日比谷野外音楽堂で、どうやったら申し込めんですか？会場、午後5時。そんなこと後で言いたい。そんなとこで開演、開演6時、雨天決行でございます。雨天決行でございます。雨天決行ってことは、よく間違えんでね、俺。飛行機と間違えんで、決行っていうのは出ないってことじゃん。あ、違いますよ。決行でしょ？やるってことでしょ？結構よ！でしょ。バンドいいよ！ホームページもよ。ホームページ、ダブルダブルのやつあるじゃん、ほら。あなたが得意なダブルダブル。ダブルダブルダブルドット。バード -watch.net。これじゃあ大丈夫なのかな？バード BIRD-WATCH。コンマ、コンマじゃねえ、ドット。ドット、ドット。計算機やってんじゃない？もうダメですね。多分大丈夫だと思いますよ。多分大丈夫だと思います。はい、ぜひ遊びホームページにもアドレスを載せとくから、この番組のね。そうだ。あんたらダメだから、そうそう、ダメだ。わかった、わかった。ライチョウと一緒に来る。お世話にだよ。よかったよ、もう。もうありがとうございます。でもなんで出るかは楽しみに、ということですね。そうですね。竹馬の次がね。はい。じゃあ、コマーシャルの間も、まだ考えます。はい、わかりました。どうぞ。TRT Tuesday on J-Way。J-WAVE TR2 チュースイ火曜日は三浦淳と安藤はじめがしょっぱくしょっぱくセクハラしながらお送りしております。してないじゃんね。できないじゃん。できないじゃん。昔からセクハラ頑張って俺はねしたいんだよ。セクハラとかしたいんじゃん。だって俺はもう女の人が来たらエッチしてるなとか言ってみたいわけ。あーなんかね、それは嬉しい。いや言えてる自分に何か惚れ惚れみたいなとこ。え？男らしいな。言えないんだな。
だから俺言えないから、バードの一番贅沢な休む過ごし方言えてへん、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 言えてないじゃん。俺もスガシカムみたいに生きてえよ。よくわかんない。俺もサングラスちょっと黄色いの入れてえよ。なんでだよ。黒いのだけはもう嫌だよ。黒いの入れてえよ。というわけでですね、もう楽しくやってまいりました。もうこの番組終わりか。そうですよ。いや、もう、バードさん、もうゲスト、もうね、十分もう、オーバーしておりますね、タイム、時間が、はい。これ以上だと、月20円より高いですから。わかりました。はい。本日はですね、はい、まとめようと。まとめいや、送り出しっていうのはどういうふうに送り出していいのか、前も。気持ちよく変えれる。そうだよね、ほら、スキッと変えれるように言ってあげてください。よろしくお願いします。いやー、似合うな、その帽子。いや、違うな。似合うな、その T シャツ。いやー。いや、やっぱ口紅の色がいいね。いや、ありがとうございます。本当に、またぜひ来てください。まはい、6月の14日はあれですよ。そうだ、ヤオンの企画なんだ、また来てください。そうですよ。忙しいじゃん、その時は。まだヤオンも遊びに来てください。そうです。あ、行きます、行きます。竹馬で行きますよ。いや、嘘です。いや、行けるわけないじゃん。小さいギャグ挟んでいかなくていいんだって。はい、どうぞ。怒られながらやってです。はい、本日のゲスト、バーズさんでした。どうもありがとうございました。ブルースエクスプロージョンのコンフューズドでございました。いいね、いいね、びっくりしました。ビログがこの間、お気に入り。お気に入りです。で、うん、かっこいい、違う、次の曲、アルバム。あ、そうなんですか。順番に、ね。なかなかもうここまでもうね、うん、2行にわたる長さはもう覚えられないです。ジョンスペ。ジョンスペでいいんですか。はい。CD 屋さん行って、すみません、ジョンスペくださいって言ったら出てきます。もうスペが出てきます。スペ出てきます。すごい勢いで出てきます。じゃあ、はい。というわけで、それじゃ、いよいよ、はい、コーナーに参ります。どうぞ。放題店がバイク3つのコーナー。ほら、守った方がいいっていう、はい、そうですね。このコーナーは、外国映画などのタイトルの内容が分かりづらいものが多いということで、最も分かりやすい。世間に提案していこうという、ゆくゆくのこの作品に公開される外国映画の放題を実際に我々が本当は、ね、てしまいたいというコーナーです。本来ならね。本来ならです。本来ならね。今回のお題は。お、エイトマイル。エイトマイル。もう、だってもう、おじいさんだったら分からないからね。へーへー、うん。もう、PPM、100マイルなんみたいな歌あったんですよ。はい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 、マイルというと、もうそういうこと思ってるけども、その、エミちゃんがネムネムみたいな人が、エミちゃんネムネムが、エミちゃんネムネム、エミネムラップみたいなことを、なんか予告で見ましたわ。はいはい。ね、やってみろと。なんか怖い黒人の人に。そうですよ。ほんで僕はなんか頑張ったみたいな。うん、歌えたやったバンザーイみたいな映画でしょ。そうですよ。そんな映画でしょ。そうですよ。怖い人たちですよ。怖い人ですよ。なんか裏路地みたいなところでラップ歌ってるんだよね。そうですよ。ね。もうギャングですから。あ、あれがギャングか。うん、あれがギャングっていうやつ。ギャングってやつじゃないですけどね。そういう、まあ。ああいう人は何、路地裏が好きなのやっぱ。それそ路地裏の少年みたいな。表出れないですから。ああ、浜田さん。そんなことはないですけどね。今回、エイトマイル、うん、見事新放題に選ばれたリスナーには、うん、豪華なプレゼントがございます、ね。今回 ね, すごいね、今回ね、あれだもん、前は T シャツだったけど、今回はあれだ、トレーナーだもん。フードついてる。パーカー。パーカーって言うんだか、これ。パーカーか。フードがついてるよ、ね。パーカー。T シャツにフードがついてる。ほら、帽子帽子。そうっす。なんていうの、これ。帽子、これは。ニットキャップ。ニットキャップ。ニットキャップ。正解。なるほど。はい。今、堀君がやると手袋にもなることが気がついた。あ、ミットキャップ、これ。ミットキャップ。ラーメンとか熱い時にクッと持てるから、これ。あ、そう。鍋つかみにも。鍋つかみにもできますよ。できます。エイトマイル。しかも、あと、ステッカーとかもありますんで。じゃ全部もらえるんじゃないですか。そうですよ。先ほどの VIP のね。UIP ですよ。UIP ですね。人が、どんな映画なのか、うん、内容を。説明してくれてる、はい。説明、セクシーに。説明していただいてますんで。はい、行きましょう。映画エイトマイルの宣伝担当をしております奥野彩子です、映画なんですけれども、これはただの音楽映画ではない。自分を信じる勇気と力を与えてくれる、まさにバイブルムービーであるという内容になっています。終わりも多分スリーサイズないの。このコメントね、多分ね、ブツブツに切ってやると思うよ。なんかなんか師匠だったのかな。なんかシャンシャンシャンとか、こうなんか鈴持ってきてくれたりしたんじゃなかったでしたっけ。あれ、まあまりにもガッツを入れたから、今までの映画とほら同じぐらいのレベルにしとかないとさ、まずいじゃん。いっぱいほら、そうだ、あまりにやっちゃうね。構成にいってるから、ね、そうだよそうだよ。今回なんかいろいろね、バカとかいろいろつくからといって、うん、ね、
そこでコメントが長かったりとかしたらね。いや、別にあれですよ、たくさん物を持ってきたからって言って、面白いとも言いませんし、面白くなかったとも言いませんし、面白いとも言いませんよ。みんな公正に。はい、タイトルをつけていこうというコーナーですよ。わかりました。うん、奥野綾子さんに紹介していただきましたが。奥綾さんね。奥綾ちゃんで奥綾ちゃん。早速来ておりますので。あ、読んでください。ビッスンバスに行けていいと思います。ラジオネーム。たまにあるよね、年寄りのその東北弁のモノマネっていうの。なんであれ。あれなんなのあれ。うるさいな。新章となんか東北弁よくあるんだよね。はい、どうぞ。うるさいよ。リュウドウザ。リュウドウザ。エイトマイルの方で。うん。エミネムのドーンと韻を踏んでみよう。ああ、なるほどね。いいですね。なるほどね。ラジオネームホタルイカ。これでもわかりました。これ意味が。エイトマイル放題。うん。俺はデトロイトサデルだ。ああ、よし行くぞ的だ。はい、立身出世物語なわけでしょ。はい、この映画は、はい。そうですよね。そういうことですよね。ラジオネーム神山さんが。うん、うまいこと言うな。エイトマイル放題。念仏ハリウッド。これどういうことなんですか。念仏。ああ、念仏でラップのように。ラップはこう、念仏。空也上人だ。はいはい、ストリートに出た空也上人のようだ。なるほどね。まね、ラジオネーム、ゲッツイシマツ。ゲッツイシマツ。聞いたことあるな。エイトマイルの話題。ライバルは MC 小宮。ああ、あったね、MC 小宮。はい。いたけど、ね、いなくなったけど小宮さんはいるんだからね、大丈夫なんだよね。はい、なんとか母さんっていうの出てるな。はい、なんだよ、すっから母さん。すっから母さん。この間も見ちゃったんだよな。ラジオネーム、恋の滝のぼり。はいよ。エイトマイル、放題。うん。12.8km。ああ、なるほど。計算したんだ。計算したね。3.14 っていう演習率は最近変わったっていうの知ってますか、うん、え、知らない。なんか 3.14 じゃないんですよ。18なんとかじゃない。なんかね、変わったんですよ。え3になっちゃったの？ 3 でいいの？ただの 3？ 1音ないの。なんで？なんか、俺たちは何のために。ないね。3でいいの。覚えようとしてない。演習率3。3。まあ、なんかがっかりだな。演習率3って、なんか、丁寧に言ってみたいな。呼びかけてみたい。バドミントン！ラジオネーム、はい、芸人大図鑑。芸人大図鑑置いてありましたね。外国人と交際中。なんだそれ、どういうこと？こいつちょっと、この人ラジオネームになる。この人は。言わなきゃいけないですから。はい。エイトマイル放題。母親をけなして12キロ。あ、母を訪ねて3000里っていうことですな。はい、普通に言うとね。ラジオネーム、三浦元ガチョン。ガチョン、何それ。エイトマイル放題。上沼エミネム。あー、エミで引ってきたか。エミで。ラジオネーム、ゲッツイします。はい。エイトマイル放題。うん。平野レミネム。ああ、なるほど。和田誠さんの奥さんだね。で、あと、なんだっけ、息子さん、バンドやってるね。ね、うん。そうだ、和田翔さん。ラジオネーム、ナビゲーション。エイトマイル放題。ラップとパーカーと私。なるほど。欲しいんだね、これ。今置いてあるから。そうですね。はい、すごいね、はい。ラジオネーム、ジョン・ガブラ。ジョン・ガブラ。はい。エイトマイル放題。はい、ドデカパーカー。ドデカパーカー。ちょっと面白いな、ドデカパーカー。もうね、映画の内容は何も伝えてないけど、漢字は伝わってんだよね。すごいよく出てる。ドデカパーカーいいね。ドデカパーカー着てる感じっていうのはわかるよ、ね。なんかダイナマイトドンドン的な何か迫力を感じる、これ。ドデカパーカーいい。なんか今一瞬絵が出たもんね。出た出た。見えたもん。映画見た感じがする。ラジオネーム恋の滝登り。イトベールお題。胸見え。胸見えてる。逆さ言葉にするとドキドキしませんかと。あ、エミネムを逆さにすると胸見えなんだ。ああ、そうか。へえ、大発見じゃん。ムルアカシは後ろから読んだ。ムルアカシ。なんかなってねえの。なんもなってねえ。なんもなってねえ。なんもなってねえ。大失敗。大失敗。はい。なんでこんなバードさんいなくなったらテンション下がってんだよ。ほら、やっぱりね、笑ってくれる人といないとさ、ね、やっぱりちょっと痛いんだよ。めちゃめちゃ楽しかったな。よっしゃ！よっしゃ！決定しますわ、俺。行きましょう。はいよ。はい。それでは決定でございます。出走でございます。はい。ラジオネーム、ジョン・カブラさん。ドデカ・パーカーに決定です。エイトマイル放題決定。パホ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 パ
ッキーぐらい置いとけよっていうことよね、これ。口で言ってどうする全部。いいじゃん。決定です。いいじゃん。パーカーと、パーカーと、はい。8マイルで書いたパーカーと、8マイルで書いた、なんかニットのこう帽子のステッカーももらえますよ。よかった。よかったね、この人。多分顔が小さいからフードが大きく感じるんでしょうがって書いてあれば。だってこの人はこれを送ってもらったら自分がドデカパーカーになっちゃうから。うん、そうだよ。自分がなる。吉祥寺の人だ。よし。よかった。やった。吉祥寺に行きました。吉祥寺決定。やりましたね。よかったよかった。というわけで、はい、来週の放題。来週の放題、ちょっと。どうしましょうか、来週の放題。ください。来週の放題を誰、誰に言ってんの。来週の放題はですね、はいはい、俺はこれはね、見たかったんだ。うん、で、誰でしたっけ、これ出てんの。ですか。ジャック・ニコルソンだ。ジャック・ニコルソンと、うんうん、キャッシー・ベイツ。おおおおお。あれですわ。怖い映画、足ボンボンやるやつ。はい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 、あれと、怖いもん、二大怪獣対決の映画だと思いきや、うん、なんか結構コロッとする映画と見とります。もう一回見たいなと思ってました。でもタイトルがちょっとわかりにくすぎます。アバウト・シュミット。アバウト・中黒・シュミット。これはわかんない。シュミットについて、もしくはおおよそシュミット。アバウト。ヤク・シュミットみたいな感じ。シュミットってアバウトだよなっていう意味かもしれないしね。そうだよね。あいつはアバウトだよなっていうことかもしれないし、ね。で、こんだけ散々言っとかないとね。言っとかないと、ね。言っとかないと来ちゃうから、はい、これ。じゃあ、来週の放題天国は、アバウト中黒シュミットに決定しておきますんで、皆さんどしどし送ってください。よろしくお願いします。宛先はこちらでございます。どうぞ。tr2@j-wave.co.jp tr2@j-wave.co.jp ファックス番号は東京03-3797-9900 03-3797-9900 お待ちしております。はい、次のコーナーは真夜中の怪獣送信劇のコーナーです。みんな楽しみにしてるかい。勝手にかい。いやいや、あったでしょ。よっとこもう2回続きましたね。 3回目ですね。はい、3回目になりました。真夜中の怪獣送信劇のコーナーでございます。真夜中に怪獣が送信して集まってくるというもう貴重な、コーナーでございます。なかなかこんな番組ありませんので、耳をかっぽじって聞いていただきたいと思います。古い言い方でございますけども、今回紹介したいのは、はい、東方怪獣映画 DVD 出ました、サンダ対ガイラ、メインタイトルを紹介したいと思うんですが、サンダ対ガイラはっていう映画はですね、サンっていうのはカタカナでサン、ガイラはガイなんですが、サンは山っていう意味ですね。ガイラは海なんですよね。だから山彦海彦なわけです。で、サンダ対ガイラの前身の映画がありまして、それはフランケンシュタイン対地底怪獣バラゴンという映画だったんですが、その地底怪獣バラゴンで、フランケンシュタインが登場して海の海底火山で海に沈んだんですが、そこで、フランケンシュタインの善と悪の、細胞に分かれまして、サンダとガイラがこう誕生すると。海に溺れるっていうことはですね、天孫降臨した時道案内をしたサルタイコっていう人がおられたんですが、その方が、結末海で溺れて死んだということがありまして、多分そこら辺にサルタヒコの伝説が引っかかってるんじゃないかというかなり高尚な今説明をしております。はい、つぶらえ英二特技監督、監督は本田石郎でございました。もうこれ僕はゴジラの映画は撮らなくていいから、サンダ対ガイラの続編をぜひ東方に撮っていただきたいと切に願っております。顔はかなり生ハゲ状態の2匹でございます。じゃあ聞いてください。サンダ対ガイラでメインタイトルです。Thank you.
人のトークに超ハマってます。美咲でした。三浦純と安西はじめの TR2 チューズデイ。安西さんはどんな子がタイプですか？やす子でした。三浦純と安西はじめの TR2 チューズデイ。僕はやす子がタイプです。なんだよ。あ、そういえば、はい、今日、なんて言ったら、先週質問送ったじゃないですか。トータス松本さんはどんなグラビアアイドルが好きですか？はいはいはい。僕言いました。言いました。僕は今は井上若です。生の女の人がいいですって言ってましたよ。さすがロケロール。ロケロール。ロケロール。さすがいい。はい。違いますね。それではここでバードさんへ質問です。ラジオネーム。帰っちゃってんじゃんか、もう。ケツダイラマン。サンタさん意外だって、あれ挟んだじゃんか、もう。ペットの亀を電子レンジに入れたら動かなくなったのですが、うん、どうすればいいのでしょうか。電子レンジを、まず開けなきゃダメだね。まずね。わかりました。それでは続いてのコーナー。液晶テレビ。何とか言ってみた。続いてのコーナー。はい。生き様。自慢。スロットル。このコーナーなんだかね、生き続ける。いただきまーす。このコーナーは、セックスでイクションかのあんな声、こんな声を紹介していくという身も蓋もないコーナーでございますが。世界あんな声、こんな声、みたいな感じで。そうそう。うん、世界のベッドから。世界のベッド、車窓からみたいなね。車窓から。車窓から。お前で言うな、これ。もう森谷さんだけ受けてます。はい。はい。ラジオネーム、芸人大図鑑。外国人と交際中。こんだけ言えばこの人。はい。やっとそこでネタが出るわけですね、外国人の。はい、わかりました。細身和子か。テレビで、あんたセックスが下手でしょと言っているのを聞くと、反射的に、おめえとなんかしたくねえよって口走ってしまいます。童貞の僕は。これは今、安田さんが言ってんの？安田さんの意見なの？違いますよ。あ、違うの？芸人大図鑑の人でしょ、はあ、童貞の僕の判断は正しいでしょ。あ、でもね、世の中には、熟女が好きな人がいるわけですよ、はい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 。で、そのニーズが少なかったわけですよ、昔ね。はい、で、だんだん今は、熟女の方に移行しようっていう運動があります。だから、やっぱり若い頃から、そういう細井和子さんとかの写真を見て、ちゃんとオナニーできるようにしとかないと、サバイバルで生きられませんよ。サバイバル、ね、サバイバルですから、これから。これからはサバイバルですから、ね、うん。はい、サバイバルです。わかりました。ラジオネーム、小塚洋介さん。うん。関西人の生き様。中谷昭弘の本を読んだらまた嫌なことを言っていたので報告します。また嫌なことっていうのやめてください。またって言われちゃってもね、うんうん、もうまたばっかりはすいませんから、大阪出身の中谷曰く、どうぞ。関西ではベッドで笑わせることができなければその男はモテない。あ、そんなこと言ったんだ。ほぼ行きそうな瞬間に笑いを取るそうです。関西人の三浦さん本当ですか？行きそうな瞬間に中谷昭弘さんがそうやって言ったんだ。うん。あ、行きそうになる瞬間に笑いを取る。笑いを取ってんの？俺が？笑い取ってないよ。取ってない取ってない。それは普通なの？中谷昭弘さんはやってるんだよ。だから大阪で？中谷さんはね、大阪だと思いますよ。この人大阪出身で、僕中谷昭弘さんのみんな会った人みんな大好きっていう、ちゃんとね、画集まで僕買って、普段からちゃんとバカにしてるんですよ、この人のこと。うん、頑張って。僕、自分の本にも、この人にコメントももらったことがあるし、この人が昔やってたキャッチミーという番組で、タッチミーだかな、タッチミーという番組で、アキボーと呼ばれてたんですよ。それを見てイライラしたんで、僕は呼ばれてもいないのに女装の格好をして、その番組に出たことがあるんです。呼ばれないのに出たの？最終回にもう大暴れしたんですよ。で、なんでそこまでするの？僕は本当にその番組が嫌いで嫌いでしょうがなくて、うん、これは頑張らなきゃ。それはいいといいか、無視すればいいじゃん。いや、もう無視できないぐらいな状態になってたんで、その頃僕ちょっと女装マニアだったんで、これは女装さえすれば何してもいいだろうっていうことで。ほんで、人のメガネ取ってバーン飛ばしたり、いろんなことしましたと。うわ、はい。それ以来会っていないです。それはまあ、呼ばれませんよね。はいよ。ラジオネーム、当て字ですけども、いいセクスマシン。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 北斗の拳の拳士郎の生き様。うん。お前はすでに言っている。うん。これ以上のコメントはない。ラジオネームがあったのがだ。
梨本リポーターの生き様。梨本さん、ほくろ取れよ。うん。恐縮です。恐縮です。恐縮です。もちろん、相手に突っ込んでいるので、今は、梨本氏、ご自慢の、超高度、超高感度マイクに違いありません。あ、なるほどね。超高感度マイクを突っ込んでるそうでございます。はい、ラジオネーム、レッツ特大寺。うん。ドクマムシ三太夫の生き様。年寄りばっかりじゃんか、さっきから。大丈夫だよ、これ。しょうがねえな、このクソババ。早く行けやがれ、このクソババ。これ食べちゃう。でも、ああいう人、ドクマムシさんとかは、ラジオ聞いてるとね、ちゃんとね、最後にフォローするんだよね。そうだよ。あのクソババって言ってね、こうやってムカつく、そういうこと元気になるんだよ、そうそうそう、フォローするから。早くしろよ、とか言うんだよ、ね。言った後はね、うん、あのクソババって言った後はちゃんとフォローしてんだよね。どういうふうに、うん、あの、拭いてやったり。それはそれはフォローなの？いやフォローでしょ。それフォロー？自分がしたんだよ。自分が拭けよと思わない？やっぱでもだって自分の自分家の便器は自分がきれいにするだろう。それはそうだけどさ、うん、いやそれだけでいいの？いやもう拭くことがその前にやることもあるような気もするんだけどな。まあいいですね。ラジオネームピルーセルマキ、相川金也は間違いなく、だから年寄りばっかりじゃん、これ。バンクでやっているときに、ほら、あんまり若い人だとさ、差し障りがあるんじゃないか。もうちょっと、本当に、悲願に行きそうな人っていうことだよね。わかった、OK。悲願に行くそうな生き様でしょう、多分。まあ、バックでやってる時に、うん、なんでキンキンがバックでやってんだよ。はい、行ったーと言って、ケロモンケツに一発ひらめしをかまして行くのではないでしょうか。ひでえな、これ。極めつけの一言は、アナルホルザワールド。怖いわ。怖いわ。そして、時には、挿入アブノーマル天国と言いながら、ちょっぴりアブノーマルなプレイも楽しんでらっしゃるんではないでしょうか。もうダメだ。ピルンゼル、大丈夫か？キンキンおま。まあいいや。はい、ラジオネームピルンゼル、また来てるよ。卓球少女を福原愛ちゃんは若く言ったら、この人ね、あの、みこすり班劇場に投稿した方がいいよ、これ。文化社の。福原愛ちゃんは絶対にマグロです。もういいじゃん。そして、石谷哲夫は国吉だから、わかめえぞ、キスキス。怖いわ。いや、いいですよ、僕らはいいですよ、ね。ついつい自分だけ先に行ってしまうでしょう。ああ、もうダメだ。これは、存続、存亡の危機だね。もうこのコーナー。でももう赤丸して読めって書いてあるからね。俺らはしょうがなく読んでんだからね、これね。ああ、もう涙出てきちゃって。本当はさ、わー、めざけ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 っていうことやね。メロディもついてるから、この人の場合は。うん、こんな、フィクションの話だけじゃなくて、ノンフィクションが聞きたかったのにね。だよなあ、もうおかしすぎるぜ。ああ、うるせえよってのが、どうしましょうか。これ、このまま続けます。もういいっすね。もういいですか？もうですね。はい。じゃあ、何行きましょうか？何行きましょうか？あ、いいです、ね。曲をかけるんですね。曲行きましょうか。はいよ。ということですね。どうぞ。今のままは何だったんでしょうね。わかんないです。ケイト・ブローのレギンガール。行く！新コーナー、パジャマのポケット今からできて、今から終わります、このコーナー。一回限りの企画でございます。あのポケットはですね、あ、この、はい、教えてください、俺に。あのね、俺に教えてください。この人はラジオネームがないです。はい、あ、いいです。もうファックスの。どうぞ。そうですね。読んでください。ナビゲーションさんかもしれませんが、違うかもしれません。パジャマのポケットコーナー、あのポケットはお腹が空いた時用の魚肉ソーセージ入れじゃないでしょうか。魚肉ソーセージを魚肉ソーセージを入れる場合は、うんうん、こう折らないとダメなんですよ。それじゃ深さはないですよ、はい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 、そんなにそこまではないですね、うん、でもちょっとこう出てたら掴みやすいですよ。でも一回歯を磨いてるわけですよ、はい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 、もう一回食うと虫歯になるわけですよ。はい、わかりました。虫歯にならないもんだと僕思うんですけど、どうでしょうか。それでは、はい、どうぞ。そう、先だそうです。ラジオネーム、はい、みかん星人さん、はいよ。子供パジャマのポケットは大人パジャマが不自然に見えないようにするためのダミーだと思います。
大人だね。初めからね。初めから、うん。はいはい。ラジオネームナビゲーションさん。子供のパジャマのポケットはチンコを書くためのものではないでしょうか。ちょっと待ってくださいよ。痒くなったチンコを、ちょっと待ってください。はい、痒くなったチンコを直接触らないでも書けるという衛生的かつ画期的な発明があって。それはズボンですね。ズボンの方を言ってますね。胸ポケットじゃないですね。そうです。下のポケットですね。俺は聞きたいのは胸ポケットです。わかりました。はい。よろしく。いきますよ。ラジオネームパチンコマージュ。昔は一仕事終わったティッシュをよく入れてというものです。なるほどね。あ、そう。フィニッシュのことか。あ、ゴミ箱が胸にあるんだ。はい、あ、便利。でもね、その後にやっぱりほら、うん、女の人って、ことを終わった後に、ちゃんとピロートークもしなきゃなんないって言うじゃないですか。その時に、ぐっと抱きしめた時に、うん、ティッシュからじゅわーっと、じゅわーっとね、栗の花、ぷーんみたいなね。栗ぷんで大丈夫ですか、栗本慎一郎。大丈夫ですか。あるねー、なんじゃってね。ラジオネーム、グンゼパンツちゃん。うん、自分の剥いたかさぶたを時々入れてくる。なるほど。コレクションルームですね。コレクションボックス。コレクションボックス。ラジオネーム、ゲッツだぜ。はいよ。リーダー、サブリーダーお疲れ様です。ありがとう。ありがとう。そんなこと言われてもテンション落ちますぜ。パジャマのポケットには夢を入れとくに決まってるじゃないですか。いい夢が見れますようにって。なるほど。なるほど。胸のとこに、今日は、こう、冷や汗をかくやつを見せてくださいと。願いが叶うのか。決まっておくんだよ、七夕みたいにさ。自分の希望の夢チャンネルか、あれ。ちょっと男寄りだって考えすぎじゃん。ティッシュとかさ。なるほど。それをもう入れておけば、ほら。はいはいはい。あ、そういうことか。はい。なんか柳沢慎吾みたいになっちゃう。今日は、井上和歌と一発やれますようにとか、書いとけばやれるんだ、夢の中で。夢の中へだ。夢の中へだ、ね。なるほど。わかりました。いいですね。そういうことでしたか。じゃあ、このコーナー終了です。続きまして、もうどんといきますよ。うん。もうどうぞ。今日おっしゃいました。言ってくださいよ。次のコーナー。先輩、垂れ込みます。ラジオネーム、竹田ひひろ。安西さん、三浦さん、こんばんは。こんばんは。先週の空耳で、さりげなく T2 の宣伝をしておられましたね。あ、したんだ。しかもあの短時間のトークの中に、うん、放送局番組名、パートナーは三浦さんであること、それぞれの役割、放送が火曜深夜であることなど、すべてを盛り込んだとはさすが安西さん。タモリさんも聞くとおっしゃっていたし、火曜 TR2 の人気もさらにうなぎの上りですね。なるほどね。その週は言うことがなかったんだね、安西さん。多分ね、僕がそんなにきちんと言えてないんで、うん、編集したんだと思います。僕が。うん、わかりやすいように、はい。ありがとうございます。ラジオネーム、高橋おなり。うん、近所に顔を剃ると必ず傷だらけにされる床屋があり。マスターも藤原組長にのこわもてです。当然人前行ってません。僕はどう助けてあげればいいんでしょうか。うわぁ、ね。怖いっすね。風船でこうやってるやつあるよね。よくね、練習してるやつね。あるね。なるほどね。傷だらけの天使だね、そこはね。これは、ラジオネームが読めないのかな。宮城大輔、こっちじゃないっすね。これ、ここにガバヨやガバ読んじゃったけど、ラジオネーム、バニヤマバニオ。静岡市内にある佐野模型のババアは確実にムカつきますよ。さて、心配な店は、青梅街道沿いの中野新橋駅。車からなので、駅名は微妙ですが、駅出口すぐ横のババアが営んでるブティックみたいな店です。なんか恨みでもあるんでしょうかね、この人。何が心配かというと、看板の横に段ボールに手書きで、今度こそ本当に倒産セールと書いてあり、ああ、不況だからなぁと見ていると、日付の部分が明らかに何回も上から貼られていて、どうやらババアのくせに倒産セールを意識的に売りにしているらしくムカつきました。僕が最後に確認した日付は確か5月26日まででした、どなたか本当に倒産セールだったか教えてください。確か三浦さんは潰れたら見に行くって言ってましたよね。あ、そうね、そういうとこね。はい、行きます。本当かい。ラジオネーム久保塚陽介だ。うちの近くに心配なファミレスがあります、深夜になると店の広さに対して明らかに人手が足りてないのです。ありますね。ひどい時にはフロアにいる、店員は一人、全然注文も取りに来てくれないし、水も入れてくれないし、金を払う時もレジの前で2分くらい経ったままになります。いっそファミレスの夜中の営業をやめたらいいと思うんですが、どうでしょうか。あ、一人ファミレスって書いておけばいいんだよね、だから。ほう。一人ファミレスですって書いておけば、あ、新しいなぁと。ファミレスっていいね。頑張ってるわ、なんとか。いい、いい。前向きに考えなきゃ。ああ、ね、いい、いい。それいいですわ。ラジオネーム、便座カバー。そっとして、
富山は、うん、ザ・フォーク・クルセダーズのメロディーに似てると思います。え、フォーク・クルセダーズ、何なんていう曲だろう。教えてよ、それ。ヌードデッサンの時、勃起しない方法を教えてください。表現でこうやってます。あのね、ヌードデッサンの時は、うん、チームに2つ分かれて、女と男に分かれる時あるんでね、うん、僕はね、いつも、男の方だったんですよ。男組だから、立ちようがなかった。そうそう、立ちようがなかったんで、男組を選べばいいんじゃないでしょうかね。わかりました、はい。ラジオネーム、木村健。はいよ。三浦さん、安西さん、毎週楽しみに聞いてます。さて、この番組が始まって以来、毎回のように安西さんの遅刻話が取り上げているようですが、うん、実は私も安西さんに待たされた経験があります、うん。もう結構前のことですが、うん、当時働いていたデザイン事務所の仕事で、うん、プレゼンに安西さんのイラストを使うことになり、うん、あのセラミンの方だと、イラストの到着を楽しみに待っておりましたが、うん、待っても待っても期日には物は届かず、どうしようどうしようと、事務所中焦っていたところ、うん、プレゼン前日の夕方ギリギリにバイク便がやってきました。待ちに待ち、明日はプレゼン本番、これから徹夜確実という心に全然余裕のない状況で届いた安西さんのゆるーいイラストを見た瞬間、なぜかムカッとしてしまい、以来空耳目まで笑ってる安西さんの顔を見るとあいつだとイライラしています。でも安西さんはあの田村さんを待たせちゃうぐらいビッグな人らしいので仕方ないのなと納得しました。安西さんに待たされた被害者の会を結成すると一体何人ぐらいになるんだろうと思います。この番組はベラボーにも広いので全部水に流すことにします。あのね、安西さんはね、いい人だと思うなよ。ちゃんと言っとくよ、俺。ビシッと攻めとくよ。安西さん、これから行きやすいように。安西さん、いいやつだと思いすぎだぞ。ちょっと待ってくれよ。なんかそれ。いやいや、それトゲがあるな。友達としてフォローしてんじゃん。そうか。もう、そんないい人じゃないぞ。ちょっと待てよ。思ってる以下だぞ。ちょっと、ちょっと楽になったけどさ、このラジオネーム、木村健さんはですね、あれですよ、生き様の方にも送ってます。はい、ちなみに私は、行ってもいいと言われると、行ってってって答えます。自我コーナーですね。はい、どうぞ。ラジオネーム芸人大図鑑、外国人と交際中、秋元康の件でお二人にはぐらかされてしまったので、今回はしっかり答えてください。何を何を。特にバードさん教えてください。もういないって、サンタタガエラ以降帰ってんだからもう。イラストレーターのミツル、ミツルさんでいいんですか、ミツルは。ご存知ですよね。はい、顎の人です。あいつも、なぜかモテるポジションにいます。意味がわかりません。答えてください。ミツルさんと秋元康。なるほどね。はい。おい、答えてくださいよ。いや、だって俺、人をひどく言うこと嫌いだから、もともと。ひどく言おうと思った。俺一回も言ったことないもん、ひどいことなんて言ったことない。ひどいフレーズがちょっと出ちゃったんだね。何、はい、どうぞ。ラジオネーム、サンキュー。はいよ。そっとして富山に似てる曲は、うん、何そっとして富山、さっきの曲ですよ。うん、わかってわかってな、何の曲似てんの？ Fly Me to the Moon じゃないですか。Fly me to the moon. 似てない。大丈夫。似てるもんか。俺今さっき言われた時、実はちょっとカチンとしてたんだ。自分で似てるっていうのはいいんだけど、人に似てるって言われるのが一番嫌いだからさ、俺。カチンとしてた。もういい。もう絶対読まないで、そんなもん。Oh yeah. Thank you. はい。俺ね、心配になる店を思い出した。どこ？あのね、いいですか？喋って。はい。あのね、狭山行ったんですよ。狭山。お茶が有名なとこあるし、はい、埼玉県でしたけどね、狭山。狭山市ってとこにね、泉あさとっていう人が二人で行ったんですよ。で、編集部の人とカメラマンの人と4人で、狭山茶を見に行った。んで、狭山茶を見に行ったら、狭山茶の近くにお茶屋がやっぱあるわけですよ。なんで狭山茶なんて。いや、なんかね、旅っていう雑誌で、そこの辺りを探索するコーナーです、一泊で。で、狭山茶も行かなきゃなんなくて、狭山茶のお茶出してくれるかって。で、まあ、ただで買わないんだけど、まあ、取材するってことで、はい、おばあさんが入れてくれて、おばあさんがね、奥から出てきて、お茶をこう出してくれたんです。4人分、あ、どうもありがとうございます、すいませんって言って、どうもとかいろいろ狭山茶のこと聞いてたら、あ、シュークリーム食べませんかって、またシュークリームなんだけど、シュークリーム食べませんって、おばあさんだよ。で、あ、いやいやいや、そんな気遣ってもらわなくてもって言ったんだけど、奥からシュークリームが出てきたんだ。箱入りなんだ。ほんで、キンキンに冷えてんだ。冷蔵庫に入れてあったんだね。エクレアだった。ほんで、4人に、一個一個こう、一個一個こう与えられて、こうやって、あーどうも、お腹減ってたから、もう一気で半分ガーン食ったんだ。すっごい酸いんだ。酸っぱいんだ、それが。あのね、なんかね、梅みたいな味がするの。梅酢みたいな味がするわけよ。ほんで、こうやって食ってたら、ほんで、もう、泉さんもスーッ
ーっと置いてるんだ、もう。三分の一ぐらいかじったんだ、泉さん。俺は半分かじって、でも、おばあさんは嬉しそうにこう、エクレアを食べるの見てるから、うん、飲み込むしかなくて、うわって頑張って飲み込んでるんだけど、一、うん、人カメラマンだけは嬉しそうに。食べないですか、俺食べますよって、一人分まで食べて、すごい腹壊してたんだけど、おばあさんって、冷蔵庫っていうのはね、一生もんだと思ってんだよ、入れとけや。過信してんだよ。過信しすぎて、うん、みんなでね、まずいエクレアを食った、狭山のお茶屋のことを思い出しました。はい、どうも、すみません。ありがとうございました。ということで、はい、以上、あれですか、宛先呼び込みとかもいいですね。はい、わかりました。先ほどの何度もね、何度も聞くことないですね。締めましょうね。わかりました。締めますよ。おめでとうございます。締めです。必ず言わなきゃ。はい、どうぞ。私、はい、あなたの冒頭に言った冒頭陳述、冒陳、冒陳、冒陳、陳が棒みたいになってる冒陳、冒頭陳述の古典の話ですね、あなたさん。古典ですよ。はい。いや、もうすごい、明後日から、まあ、もう変わっちゃったんで明日からですけどね。原宿のラップネットシップ、そうです、ラフォーレの並びですね。はいはい。あのラフォーレの人に聞けば分かりますよ。ラフォーレの人に聞かなくても、うん、ラフォーレの並びにあるちっちゃい方のラフォーレ。ラフォーレの並びのとこにクレープ屋さんがあって、はいはい、でクレープ屋さんでさらに進むと、ブックオフがあって、ブックオフの手前ですね。ブックオフの手前ですよ。うん、ビルです。その途中に、うん、ギャラリーもありますよね。ありました。勧誘しててラッセンとか買わされるから気をつけてくださいよ。そんな心配だぞ。イルカの絵なんて入れないですよ。いやいや、まあ、イルカはいいですけどね。で、個展をする。イルカいらないかって、ね。もういいですよ。はい、どうぞどうぞ。はい。浮いてる。時間ないんですから。はい、すいません。はい。で、一応やるんですけども。あさってからですね。そうそうそう。食店っていうのやる。はい、食店。もう、すごい、もう、いっぱい洋服を作ったんですよ。うん、洋服を作ったんですか。子供服なんです、ね。子供服を作った。あと、俺が着る。子供は作ってないんですよね。え、そこで子供は作らないですね。はい、関係ないですよ。飲めさい、どうぞどうぞ言ってください。はあ、はい。そこで、一応ね、今日持ってきました。はいよ。何か。これね、作ったんですよ。どうですか、お客さん。この作業着。いや、俺も、なんてコメントしていいのかわからない地味な作業着じゃないですか、それじゃ。明和電機みたいな。明和電機じゃないですか。作業着。こういう鬼サイドにもポケットがついておりますんで。はいはいはい。なるほど。でも、入れたりとかもできます。いろんな色があるんですね、これね。いろんな色が、まあ、ね、ございますか、ね、はいはい。安西さんのイラストが胸に入っております。これは、はい、刺繍とか。ああ、刺繍。なるほど。キャッシー中島みたいな趣味になっちゃったっていうこと、パッチワークですな。今や。全然褒めてないじゃん。いやいや、褒めてますよ。